どうもビアンカ人です。ビアンカ人、今日もナレーションのお仕事と見守り隊のお仕事頑張るよ。それでは張り切ってどうぞ。今日で育児が4日目に突入したイルちゃん。イルちゃんは本当にびっくりするぐらい赤ちゃん育てるのが上手。一生懸命お母さんしとる。赤ちゃんたちも安心してお母さんに甘えとるよ。寝ながらおっぱい飲んどるこの子。なんだろう、ごそごそ動いとるし、夢でも見とるのかな。ほんでおっぱい飲んだ後はこうやっておしっこをイルちゃんが世話してくれとる。これをされとるとき、みんなものすごい安心しとる顔になっとるもんで、みんな嬉しいんだね。あれ、それが終わったら、イルちゃん、ママ、もっとおっぱいちょうだいって来たけど、なんかイルちゃん、これ閉店ガラガラみたい。ちょっと休憩させてって思っとるのかな。おっぱいはちょっとの間閉店休業させてまいますよってことかな。ほら転んじゃったね、この子。転んじゃってもかわいいね。あ、イルちゃん、みんな、ほらまたみんなのお世話をし始めたよ。みんながジタバタジタバタしとるもんで心配みたい。みんなお母さんが大好きだもんで、ああ、結局、ゆうちゃん、疲れとるけど、おっぱいあげることにしたみたい。あれして、おっぱいあげんのかい、やっぱり。ゆうちゃん、おっぱい飲みたいんだって、赤ちゃんたち。結局、おっぱいもらえんもんで、この2匹がちょっと旅に出たよ。なんか、2人で、やっとるかなと思ったら、あれこれ、子犬、子犬あるあるだけども、子犬ちゃんたちはお互いを枕にしたりされたりして気持ちよく寝るのが大好きみたい。こういう光景はフレンチブルドッグの子犬ではよく見るね。子犬ちゃんが子犬ちゃん枕にしとるもんで気持ちよさそう。ほんで一匹ママんとこに残った子はママに甘えとるよ。おっぱいも飲みたいんだって。おっぱい飲みながらおしっこしとる。で、こっちの子も、イルちゃんに舐めて待っとるよ。嬉しいね。イルちゃん休憩もしないで一生懸命やってくれたのもね、本当に偉いね。こういうふう、いつもこうやって、赤ちゃんのことを一番に考えてくれとるイルちゃん。こんなに優しい子だと知らんかった。イルちゃん、赤ちゃん産むまではおてんばちゃんで有名だったけども、最近本当にものすごくいい子。お母さんとして100点満点だもんね。ビアンカ人、すごく嬉しいよ。一生懸命育ててくれとるもんで、子犬たち本当に元気なんだよ。みんなよく動くし、よくおっぱいも飲めるし、順調に大きく育ってるみたい。ビアンカ人たちはあんまり近づいたらイルちゃんのゴルイルコーンってなったね。この子、黒い子、これ、この子、我が家に残る子、ビアンカ人の妹だって。グリンドルの子、どんな風になるのかな。コロンと転がったまま起き上がれないみたい。こういうジタバタしとるのもものすごい、もう燃えちゃう。ビアンカチンも燃えちゃうよ。これでビアンカチンたち見守り隊の活動はどういう風かというと、これぐらいの距離を保って赤ちゃんたちを見守っています。ビアンカチンはいつものビリケンさんスタイルで
子犬ちゃんの見守っとるけども、あんまり近づくとイルちゃんの邪魔になっちゃいかんもんで、これぐらいのディスタンスが礼儀です。おいで、一段落ついたね。休憩してるイルちゃん、イルちゃん一生懸命やってるよ。ブリンドルの子もイルちゃんの腕枕で気持ちよさそう。みんなママが大好き。イルちゃん頑張っとるね。ビアンカ人に飼われることがあったら何でも遠慮なく言ってよ。ビアンカ人、あんたの後ろいつでも控えとるでね。